そうよ、だって見ろよ、あの島。ああ、 we left off outside of that guy's house. We did the party wrong. We just talked to him and then over our way searching for the crystals.अभी इससे बात करेंगे फिर अपना अपना今度はどんな場所に連れてってくれるのかな。はあ、あんたは楽しそうでいいわね。お前ら一応警戒はしとけよ。それってこの島の奴らのことか、それともアディオンのことを言ってんのか。どっちもだ。備えておくに越したことはねえからな。いっちゃやってやるか。さてと、ゴムゴムのガソリンだ。覚悟しろ。なかなか楽しめたんじゃねえのか。
前じゃ退屈しのぎにもな。ほんと、あんた強いわね。アディオ、大きなキューブはそこに？ああ、その可能性は高い。リムはそこに飛ばしているということかしら。さあ、わからないな。リム自身は意識してないみたいだ。危険な天候にご注意ください。悪いが、加減するつもりはねえ。竜巻！勝負！この者のバズーカ！もっと強いやつはいねえのか。待てルフィ、俺は強いやつに会えない病なんだ。ちょっと待て、もっと強くなるぞ。俺は海賊王になるんだ。この辺にいるやつら、なんか宝は渡さないぞって言ってるな。今の力を試すにはうってつけだね。ゴムゴムのピストル！気に入りのありそうな相手だ。竜巻！命まで取るつもりはねえ。こっちだ！早く来い！さっさと片付けるわよ！まとめて相手だ。どうすっかな。ゴムゴムのピストル！気に入りのありそうな相手だ。竜巻！お前じゃ退屈しのぎにもなりゃし。ほんと、あん。やったー！力が戻ってきたみてえだ。怪物と呼ばれようと、俺は。
い、なんだよあの雷は。今からあそこに行くのかよ。こいつが、イカズチの巨像の潜む雷鳴の遺構だ。迂闊に近寄るなよ、強烈な結界の餌食。結界ってなんだ？見ての通り、雷による電撃さ。強烈な放電で、何でも黒焦げになっちまう。なんだ、雷か。おい、何してるんだ、ルフィ。俺の体はゴムだからな、雷は効かねえんだ。結界は消えちまったみてえだな。ああ、先に進もうぜ。変わった構造ね。どういう遺跡なのかしら。調べて分かったのは、雷について研究をしていた場所ってことぐらいだ。気象現象の研究なんてウェザリアみたいね。ウェザリアを知ってるのか。ええ、行ったことがあるの。ウェザリアに興味が？探検家として興味ないわけがなかろうよ。あんたの銃もやるじゃねえか。技のキレが戻ってきたか。やったー。力が戻ってくるのが分かるわ。
Let me install you. お前ら遅れるんじゃねえぞ。悪いが、加減するつもりはねえ。竜巻、竜巻、竜巻、竜巻。このゴムのバズーカいい度胸だ。俺の前に立つか。俺は戦士だ。みっともない姿は見せねえ。施設煙星たちなんかお呼びじゃないのよ。いくわよ、サイクロンテンポ。さらよ。どう？これがウェザリアの天候。よっしゃ！ようやく感覚が戻ってきたぜ。いい調子だ。みんなの役に立ってみせる。装置があるな。すごい、この装置雷雲を発生させてるわね。クリマタクトとは違う仕組みのようだけど。そこから雷が床を伝って走ってるわ。しかしよ、ここで雷を研究してたってことは浜で降ってきた凍った雷も何か関係あんのか。そうね、無関係ではなさそうね。じゃあサニー号が飛ばされた時に見たあの空のでっかい目も関係あんのかな。あれは多分蜃気楼だと思うわ。ただそうだとしても得体の知れない何かが映ってたことには違いないけどね。結局この光は何なの？さっさと片付けるわよ。肩慣らしといくか。成果が出てきたね。やったー。悪くないわね、仲間。
なるほど。これを切り替えて雷を扉までつなげれば扉が開くのか。ちょっとやばいかも。やるか。ゴムゴムのガトリング。やるか。鬼。リーザン。あんたの銃もやるじゃねえか。もっと強くなるぞ。俺は海賊。よーし。うりゃ。サッカー。サッカー。わかった。ここ柵だから。よく転がり落ちるとこだったぞ。まずいな。俺の仲間に手出すな。ゴムゴムのガトリング。肩慣らしといくか。鬼。いい斬撃だな、ゾロ君。あんたの銃もやるじゃねえか。マリモの奴には負けねえ。俺が万能薬になるんだ。
俺に任せろ。この先行き止まりだったりしねえよな。この装置、扉と無関係じゃなさそうね。任せろ。私の出番ね。任せろ。チキチキ
やったな。面白い。来てみろ。ギョロ。もう気が抜かねえ。竜巻。一発で決めてやる。煙星。俺この力があれば大事なもんだって。も私の予報は百発百中。必要な力なら残らず手にするわ。わかりました。俺に任せろ。私の出番ね。よし。行くぞ。よし。お前ら遅れるんじゃねえぞ。やるか。鬼。やるぞ。ゴムゴムのガソリンだ。よし、飯にしよう。どっか今なら、うん、みんなの役に立つ。行くぞ。俺に任せろ。
お、さっきの装置、今度は2つあるみたいだな。ザラストでかもしっかり確認するわよ。何かいい。これは石板ね。それに何が書かれてるか分かるのか、アロビン。もっといろいろ調べてみないと。これだけじゃ分からないわ。刃こぼれすら己の恥。竜巻。さあ、ガツンとかますわよ。行くわよ。サイクロンテンポ。任せろ。ゴムゴムの。おもしれえ。かかってこい。必殺煙干し。俺は誰だ。そうさ、この俺、キャプテンウソップ。 He still wants to be captain. なんか光ってんな。私だってやるときはやるんだから。肩慣らしといくか。竜巻。任せろ。このゴムのバズーカ。面白い。俺が相手だ。施設煙干し。俺は誰だ。そうさ、この俺か。調子がいいぞ。修行の成果が出てきたね。私の成長は止まらないわ。なんだこれ。光
かり壁を消さねえと雷の巨像にはたどり着けねえらしいな。このデッキ踏めるスイッチないのかしら。床に通電させる装置があったくらいだし、電気を止めるスイッチもあるはずだけど。よし、じゃあ近くの部屋から探していこう。あったぞ、装置だ。感激だな、ゾロ君。あんたの銃もやるじゃねえ。よーし、全員俺に。つまりもの奴には負けぬ。力が戻ってくるのがわかる。便利な体だな。
俺に任せろ。この穴どこまで続いてんだ。装置のとこまで行けたらいいな。ずいぶん長い穴だな。よし、ちょっと急ぐか。とりゃー、よし。おお、ようやく出れたぞ。ください。気をつけて、ゾロ。俺が相手だ。ゴムゴムのガトリンだ。ぶった切る。竜巻。キャプテンウソップの一撃、覚悟、施設、煙星。あ、少し。よし、下も見てみようぜ。やってやるか。悪いが加減するつもりはねえ。竜巻。俺の仲間に手出すな。ゴムゴムのジェットラー。やる。
こいつがイカ槌の巨像かよ。古い紋章がついているわね。斧の巨像と同じものだ。そうか。じゃあこいつを黙らせりゃいいんだな。あの巨像、雷を操るみたいね。雷なら効かねえ。よし、じゃあ後のことはルフィに任せた。ウソップ、あんたも戦うの？ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのバズーカ。もう少し休ませてくれてもよかったのに。巨像よっしゃ。こんなところで満私の成長は止まる。このキャプテンウソップに不可能な。今なら納得のいく蹴りが出せそうだ。みんなの役に立ってみせる。力が戻ってくるのが分かるわ。 I should have won this fight in the city. あっ、あれ決勝じゃない？大丈夫か、長花君よ。すまねえ。アディオ、おめえすげえな。そういえば言い忘れてたな。俺はコテコテの身の能力者。この手で掴めるものなら何でも受け止めたり動かすことができる。見ての通り、雷でさえ掴めりゃこんなものだ。もっとも生きてるものはつかめねえな。それに
洞窟の入り口の雷撃のように無数に落とされると対処できねえ。腕は2本しかねえからな。だが俺の視界に飛来する攻撃ならことごとく防いでみせるぜ。そう、俺が一緒の時は攻撃に全力を注いで構わない。全員俺が守ってやるさ。助かったぜアビオ。お前には俺も一目置いてたんだよ。ああ、体を張って仲間を助けるのを確かに見た。うさんくせえ野郎だと疑っちまってた。悪かったな。気にするなよ。リムが迷惑をかけた詫びの代わりさ。ん？なんだ？ん？こいつは。どうした？アディオ。いや、珍しいものを拾ってな。俺が間違っていなければ、ワフルドを冒険するのに極めて重要な代物だ。少し調べてみようと思う。何か分かったらすぐに教えてやるよ。そうか、分かった。So I think it's 1 hour. We'll just save here and start uploading. What a moment is it? Ah, 見てください、スモーカーさん。スモーカーさん。あの光は何だ？わかりません。でもあの光が灯ってから一帯の潮の流れも激しくなっています。あるいは嵐の予兆ではないでしょうか。あいつ何を企んでやる。一体目の巨像が倒れたか。想定外の事態だな。どうする。万が一あれが目覚めたら厄介なことになるな。だがまだ蓋が開いたわけではない。体に戻すんだ。さあな、俺もキューブが戻るところは見たことがねえからな。食うのかな。こんな量食えねえぞ。それにあんまりうまそうじゃねえな。さすがに食わねえと思うぞ。とにかく一度戻りましょう。考えるのはそれからよ。You guys better.